はい、もちろん先生の体メンテ中の人大西です。本日は当店の整体枕安眠先生のご紹介をしたいと思います。皆さん朝起きて肩が痛い、首が痛い、なんか腰が痛いななんて思ったことありませんか？もしかしてそれ寝てる時の姿勢、生理的湾曲歪んでませんかって話なんですよ。生理的湾曲って何と思われた方いると思うんですけど、生理的湾曲というのはこちらです。背骨の S 字湾曲のことです。人間の頭ってなんかすごい重たいんですよね。ボウリングの球ぐらい重いって言われてるんですけど、その頭を骨格や筋肉に負荷をかけず美しい姿勢で立つために背骨が S 字の湾曲を描いているんですね。これでこう重さを分散してるらしいんですよ。大変重要な構造なんです。でそれが朝になって起きて体が痛いっていうのであれば、おそらくこれが歪んでるか何かしらの要因でうまくいってないんじゃないかってことは考えられるんですけど、おそらく分かりやすいのは枕ですね。皆さんどんな枕で寝てますか？こんな枕ですか？こう綺麗なホテルで広々としたベッドでなんか全部綺麗なシーツで寝やすそうと思うじゃないですか。でもこの枕、至って普通の枕なんですけど、意外とこれってですね、この生理湾曲までカバーするのがちょっと難しい、サポートしきれないんじゃないかなって思っています。今ここにですね、こういうクッションがあるので、これを枕として寝てみます。こんな感じ、こんな感じになった時にちょっと横から見た時どうでしょう。ちょっと首と肩の間に隙間が空いててガックンってなってる感じしませんか？これがですね、積もり積もるとやっぱり首とか肩の筋肉に負荷をかけてるんじゃないかというのを思います。なので整体院が本気を出して枕を作るとこうなりました。こうなりました。こうなりました。ちょっと不思議な形ですよね。そしてしかも形もめちゃめちゃ大きい。何がいいのかって話なんですけど、まず首肩が楽。この枕、こっちが肩でこっちが頭を置く感じになってます。肩、首、頭ってなってるんですね。そのここの角度、ここの角度、この角度が大変重要です。さっきお伝えした生理的湾曲があると思うんですけど、肩、首、そこがこの S 字の一番最初のカーブなんですね。そのカーブに合うように角度が15度、そして高さが9センチ、この生理湾曲に合う絶妙な設計にしております。この枕に体を預けて寝ると自然と生理的湾曲に体が導かれるというか、寝てるだけでその骨格に近づけるようになってるっていう感じですよね。そしてもう一つ、腰が楽です。枕なのに腰が楽ってどういうことって思われるかもしれないんですけど、さっきお伝えしたように生理的湾曲というのは背骨全体の S 字の湾曲です。でこの枕の最初の15度っていうのも生理的湾曲の首肩の最初のカーブを保つための15度だってお伝えしたと思うんですね。つまり生理的湾曲の最初の S 字の湾曲をサポートすることで背骨全体が整え始めるので腰も整うんですよ。そうするとどうなるか、腰が浮きます。手のひらがスッと入るんです。寝た時に腰がベッドにくっつかない感じになります。百貨店とかの販売とかには行かせていただくことが非常に多くて、実際にお客様にご説明をさせていただく機会も多いんですね。枕がある時、枕がない時で使用感についてお試しをいただいてるんですよ。で皆さんは首肩が楽だわって最初おっしゃられるんですけど、ちゃんと見ていくと腰に手が入るか入らないかをやると枕を使った瞬間だけ手がスッと入る方がとっても多いんですよ。それだけ骨格が皆さん歪んでらっしゃる、背骨の湾曲が正しくカーブを描けてない人が多くて、逆に首肩をサポートするだけそれだけ変わるって人も多いんですよ。で実際私もこの枕使ってるんですね。で正直私は最初にそんな変化出なかったんですよ。瞬発的に出なかった、多分自分の猫背が強すぎたんだと思うんですけど、でも最初首肩はすごく楽で、あ楽だなと思って使ってたんですよ、ずっと。そうして 1,2 週間使って朝起きてはっと思ったんですよ。ベッドに腰くっついてないって分かる日が来るんです、マジで。なんであ、これが体を整える整体っていうことなんだなと思って、すごいこう納得した思い出があります。
そしてもう一つ、姿勢をサポートする枕。さっき言った生理的湾曲を整えるっていう時点でだいぶ姿勢整ってるんじゃないのと思われるかもしれないんですけど、もう一つこだわりのポイントがあって、この枕は実は全部高反発素材、ちょっと硬めの枕なんですけど、その中でもここからここ、ここからここ、ここからここで素材が違うんですよ。ここからここ実はすごい柔らかくて、こんな感じですね、柔らかくて、ここからここ硬いんですよ、へこまないんですね。しかもここちょっとポコってしてるの分かりますか？ちょっとだけポコっとしてるんですよ。ここからここは中ぐらいの柔らかさ、沈み込むけどここまで柔らかくない、でもここは硬くて全然沈み込まないけど、ここは比較的でもまあちょっと力いるかなって感じですね。さっき言ったようにこっちが頭でこっちが肩なんですよ。頭、首、肩なんですね。頭が沈み込ませたくて柔らかくて、首はサポートしたくて硬い、肩は預けたいけど柔らかい方が気持ちいいよねっていうところで中間ぐらいっていう役割があって素材が異なってるんです。で実際、横になった図はこんな感じです。頭って意外と後ろなんですよね。で今皆さんストレートネックとか猫背とかって首がちょっと前に出てしまっているんですけど、そうじゃない、本来は首はもうちょっと後ろ、首はもうちょっと後ろ、肩と耳が一直線が綺麗な体なんですね。なので頭は沈み込ませたい、でも首はキープしたい、で肩は生理湾曲に沿わせたいということで、おのおのの場所によって素材の硬さを変えている構造になってます。あともう一つ、大きいから寝返りしやすい。大きさ見ていただいて分かるように、横が60、縦が74。皆さん言い間違いです。横が60センチ、縦が47センチです。すいません。比較的大きめ、めちゃめちゃデカめです。これによって両肩が全部入りますし、そこからちょっとゴロンって寝返り打っていただいても入ります。でよくですね、皆さんに聞かれるんです、お洗濯どうしたらいいんですかって聞かれるんですけど、この枕ですね、ここの後ろのここにファスナーついてます。ファスナーついてて、中にもうそのままクッションみたいに入ってるんですね、スポンジが。これが中の素材です。ちょっと横見てもらったら分かるように、ちょっとだけ素材違うの分かりますかね、ちょっとだけ素材が違うのが分かりますかね。こういうのが入ってるんですよ、中に。でこれはもうそのまま、気になるんであればちょっと風通す程度で置いといてもらって、これがカバーですね。ここ横がメッシュになってて、で実際に頭が当てかう部分がこういう素材になってるんですね。でちょっと見にくいんですけど、ニット素材なんですよ。肌触りすごくいいんです。で優しい感じがするんですけど、ニットの一番怖いところは、メッシュもそうなんですけどね、引っ掛けるのが怖いんで、引っ掛けるのがすごい怖いので、お洗濯このままボンって突っ込むのは全然推奨しません。洗濯ネットを入れてください。引っ掛けます、おそらく。なんでそれだけは注意です。いつもこれどこで売ってるのかっていうと、整体の3店舗、骨盤先生の体面で新横浜店、 SKP 整体するみ店、アピタ体塾稲沢店の3店舗での販売と、あとは百貨店様とか東急ハンズさんみたいなバラエティショップさんとかでのサイズとかポップアップとかにたまに行かせていただくことがあって、そういうところで催事販売させていただくことがあります。百貨店とかお店もちょっと遠くてなかなか行きづらいわっていう声もたまにいただくんですね。でそういう方はネットショッピング、ネットショップございます。概要欄に URL 貼っときますので、ぜひご覧ください。はい、今回は初めて商品紹介という動画を撮ってみまして、実はこれもテイク25ぐらいなんですよ。全然わかんなくて、で今からもう一回編集するんですけど難しいね。はい、でも結構こういう面白い商品取り扱ってたりもするので、基本はメインは痛いけど効く本格整体の施術動画をメインにしながら、こういう自社が開発してる面白商品とか、あとは面白い商品見つけてきて店頭とか、あとネットとかでも販売をしてたりするので、そういう商品も商品紹介動画、開封動画みたいなのも撮れたらいいかななんて個人的にはすごい思ってます。引き続き骨盤先生の体メイクチャンネルをよろしくお願いします。本日の動画を見て
あ、面白かったな、あ、生理的盤曲って大切なんだな、あ、春だし枕買い替えようかななんて思った人はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。体メンテ、そして系列店舗のご紹介です。神奈川県の新横浜鶴見、愛知県の稲沢にお店があります。ご来店お待ちしております。公式ホームページでは店舗の最新情報やブログを日々更新中です。ぜひチェックしてください。また整体の知識をもとにオリジナル商品の開発販売も行っております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。